やあみんな、ベイカーのリトル工房へようこそ。今回は全世界シリーズ累計売上本数1200万本を突破した超人気コンテンツ、リトルナイトメアシリーズの第一作、リトルナイトメアの制作秘話やゲーム内容について改めて紹介していくよ。まだプレイしていない人がいたら、この動画を見てぜひ購入を検討してほしい。3の発売が決定した今だからこそ、原点の悪夢を振り返っていこうか。それでは、美しい悪夢の世界へ行ってみよう。2017年4月28日、バンダイナムコよりスウェーデンのゲーム会社ターシアスタジオが開発したサスペンスアドベンチャーゲーム、リトルナイトメアが発売されました。もう胃袋の名を持つ、全容がつかめないほど巨大な監獄の中、プレイヤーは小さな女の子シックスを操作して、モーの謎を解き明かしていくパズルアクション。当初のプラットフォームはマイクロソフト Windows、 プレイステーション4、 Xbox One。 発売当時、欧米のプレイヤーにのみターゲットを絞っていたこのゲームは、結果として日本を含む世界で大ヒット。さらに2017年7月7日には、悪夢をより深淵へと誘うダウンロードコンテンツ、シークレットオブザモーの第1弾が配信。その名もザ・ディープス深淵。3ヶ月後の11月10日には、第2弾ザ・ハイドアウェイ秘密の部屋が配信され、2018年2月23日には第3弾完結編ザ・レジデンス静寂のアトリエが配信。6の悪夢と同じ時間軸で展開するこれらの物語は、プレイヤーのメンタルをぶっ壊しにかかるゲーム史上最悪のバッドエンド、いえ悪夢を描いてくれます。この完結をもって、リトルナイトメアというタイトルが他では味わえない、より独自の世界観を持つホラーゲームとして世界に認知されました。2018年6月7日には、ゲーム本編に加え3つの追加エピソード、有料追加コスチュームなどを1本に収録したリトルナイトメアデラックスエディションが、任天堂スイッチそして PS4 にて税込み3520円での発売。これらの動きもあって、リトルナイトメアはリリース後1年半でなんと100万本の売り上げを達成することに。これには開発者も驚きの声を上げました。悪夢の原点から3年後、2021年2月10日には続編リトルナイトメア2が発売され、2023年4月時点でシリーズ累計売上1200万本を記録した超ビッグコンテンツになり上がりました。しかし、ターシアスタジオは2の発売後、新規 IP、全く別のゲームに開発を専念すると発表し、実質打ち切りなのではないかと世間は悪夢の続きに嘆いていましたが、2023年8月23日にリトルナイトメア3が発表され、悪夢にはまだ夜明けは訪れないようですね。さて、そんなリトルナイトメアはいかにして開発されたのでしょうか。その制作秘話を覗いていきましょう。リトルナイトメアの開発会社であるターシアスタジオがまだ9人しかいなかった時代、ザ・シティ・オブ・メトロノームという作品を作ろうとしていました。ダークな世界の中に投げ入れられた一人の子供が遭遇する奇妙でねじ曲がった世界が特徴的なダークファンタジー。残念ながら製品化には至りませんでしたが、ダークな世界観の作品を作りたいという開発者の思いは約10年間途絶えることはなく、
会社の規模も大きくなった今だからこそ、もう一度起業当時の気持ちに立ち戻ろうという思いから、リトルナイトメアの開発が始まったわけです。大敗的な世界を小さな子供たちが進んでいく。それはまるで子供の頃に見た悪夢のようだ。このコンセプトは共に開発を進めていたスタジオが提案してくれたものだったと開発者は語ります。我々が子供の頃、周りの世界はとても異質で大きなものに感じられたことがあると思います。そういった子供の視点で感じられる世界観を強調して表現していますと。確かに子供の頃は暗いお部屋にワクワクしたり、ベッドやタンス、身の回りにあるものすべてが遊び場に見えていたような、そんな感覚的な部分もゲーム内に落とし込まれています。本編では登場人物すべてにセリフがありません。これは開発者の見せすぎないという意図であり、作中プレイヤーが遭遇した恐怖を、そこに居座る住人たちの暮らしを、目にしたものすべての情報から想像力で物語を作ってほしいという思いから、あの不思議な世界観が構築されていったんですね。このゲームには大きく分けて子供とモンスターという2通りのキャラクターが登場します。まず子供たちは純粋であることの象徴。ただし主人公のシックスが時折見せる不穏な動きに、プレイヤーは今操作している少女にもまた大きな闇があることに気づかされます。一方でモンスターには現実世界において悪い行いをする人々の姿を反映しているようで、それらを誇張した表現はとてもグロテスクであり、子供の頃に見た悪夢や様々なトラウマを思い起こさせるはずです。ゲームとしての完成度はもちろん、モーという舞台に対し緻密に組み込まれたキャラクターたちの過去や裏設定は我々の想像力を働かせてなりません。リトルナイトメアが考察ゲームとして確固たる地位を確立させたのは開発者の狙いだったようですね。リトルナイトメアにはゲーム中様々なコレクト要素があります。すべて集めたからといってマルチエンディングが用意されているわけではありませんが、せっかくなのでご紹介。まず一つ目はレディー人形。本作のラスボスレディーを模した陶器製の人形です。作中様々なエリアに隠されており、投げ割ることでカウントされます。すべて収集すると限定コスチュームレディーのお面を入手することができます。二つ目はノームのハグ。巨大な住人たちの陰でこそこそ動き回る三角頭が可愛い小人たち。残酷で巨大な監獄の中、唯一の癒しを届けてくれるシリーズ解禁賞の人気キャラクター。このノームをハグした数に応じてコンセプトアートが解放されます。考察者としてこんなに美味しいご褒美はありません。さらにスイッチ版限定でパックマンのアミーボを読み込ませると、なんと追加コスチュームパックマンを入手することができます。 RPG ゲームのように主人公の強化要素はありませんが、ダークな世界をより深く、そしてより可愛らしく楽しむための要素が待っているわけなんですね。何度もプレイしていくうちにまだ見ぬ発見があるかもしれません。ぜひ自分だけのリトルナイトメアを楽しんでください。いかがでしたか？今回はリトルナイトメアというゲームそのものを解説してみました。まだプレイしていない人がいたらぜひ参考にしてください。キャラクター解説などは過去動画やショート動画で公開していますので、今回は省略させていただきました。ネタバレにはご注意ください。それでは皆さん、良い悪夢を。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは怖いけど素
的な世界が広がるホラーゲームの考察や解説、企画シリーズを更新しています。ここに来たのならあなたもリトラーね。チャンネル登録しないと損しちゃうかも。次の動画でまた会おうね。バイバイ。